本代表の伊藤純也さん、まさかのフランス代表に招集へ。マクロン大統領夫人は先週末、フランス代表のディディエ・デシャン監督と共にランス大学病院のイベントに出席。そこでランスのラジオ番組からスタッドランスについての質問が出たという。スタッドランスからフランス代表選手の招集を勧めされると、デシャン監督は他のクラブと同様にもちろんチェックはしているよとはぐらかしながら回答。それを見た大統領夫人は伊藤を勧めた。ランスでとても上手な日本人選手がいますよね。彼の名前は何というのでしょうか。大統領夫人は記者からその名前を聞くと、そう、伊藤よ、彼はとても上手よね。ディディエ、彼を選ばなきゃ、なぜ選ばないのと声を張り上げる。デシャン監督はひたすら困惑。いや、うん。彼は日本人だからと大笑いしていたという。夫人よく知ってるな、わら。それくらい評価されてるってことですね。これでデシャン監督も印象に残っただろうな。めちゃくちゃ名誉なことじゃん。ついに IJ の凄さが世界規模でバレ始めてる。デンベレよりすごいぜ、夫人。ジュニアあげたくないけど、あげるならエンバペください。も、森保ならあげるよ。ここまで言わしめるのはすごい。サッカーが国民に浸透しとるかいわ。伊藤純也は年齢が5歳若かったら今頃もっとステップアップしてたと思う。フランスってラグビーも強いからそういう感覚なのか。最近のサッカーのニュースで一番好き。